はい、前の皆さんこんばんは、リオ松本です。まあニートということでね、いろんな自由を手にしたわけです。私は夢変わりますか。なのでね、今日ちょっと3年ぶりかな、3、4年ぶりにこれ何でか分かりますか。これピアスをあげようと思いますね、今日は。うん、ちょっとね、前の仕事じゃ絶対ピアスなんてアウトだったんで、19の時かな、開けたのが。で、その後ね、やめて、もうちょっとね、まあ、プツって跡があるんだけど、もうね、完全塞がってます。跡あるけど。なんでね、ちょっと今日は、ピアスしようと思うんだけど、これ自分でやると、結構ね、失敗しやすいんですわ。うん。なんか変にね、斜めに刺さったりするから、俺前もね、やってもらった時もそうなんだけどね、うちのお母さんにやってもらおうと思うよ。うん、今日も。うん。でね、若干ちょっとね、ちょっとビビってるんですよ。俺痛いの嫌いだから、ね、一応、これ見える?こんな尖ってんの、これ。当たり前だけど。これがね、そんな痛くなかった気したんだけど、ちょっとビビってんだよね。ちょっとなんか、セカンドバージンみたいな感じ。ちょっと1回目からだいぶこう、時間が経ってるから、2回目、初めてじゃないんだけど、ちょっと怖いみたいな。ちょっとそのセカンドバージンの今、気持ちがすごいある。自分の中で。ちょっと怖い。だけどね、ちょっと今日はやろうと思う。うん。それで俺もピアス再デビューしたいなと。一回活動休止してたけど、もう一回活動再開みたいな。ね、そういう感じ。サザンみたいな、サザンオールスターズみたいな感じで、ちょっと今日はピアスをね、開けようかな。これで、お金な、ピアスがね、怖くてビビってる人に俺はちょっと勇気を与えたい。もしくは手術とかね、この先控えてる人と、うん、怖いと思う。あるいはね、もうほんとドンピシャでセカンドバージンの人、セカンドバージンの人、うん、セカンドバージン、セカンドバージンの人ってのもおかしい。セカンドバージンの人にもね、ちょっとこれは勇気を与えられると俺は十分に思ってるから、ちょっとやろうかな。なんかね、医者でやるやついるでしょ、ピアス。うん、無駄だと思うんだよね。なんか不毛じゃない、医者でやるって。だってさ、医者でやるって言ったらさ、これ噂によっちゃ使う機会一緒らしいじゃん。医者がバチンってやるだけでしょ。なんかそれにね、こうわざわざ言ってね、やるっていうのはやっぱちょっとビビってると思う。でさ、セカンドバージンだからってさ、やっぱお医者さんにちょっと慣らしてもらうとかないっしょ、そんなこと。普通に怖っ。まあ、お母さん呼ぼうかな。お母さん、なんなってるよこれ、わかる？これね、見て、この商品紹介やるときに見て、やってみたかったな。お母さん、ちょっと来て。文句言ってるよ。うわ、うわ、怖っ。なんかある。俺今動画撮ってる。いや、 YouTube に上げるやつ。そう、人に見せなくていいけど、いいじゃん。どうやってやるか教えてあげたいの。いや、顔映さないから。クソ渋ってるわ。え、これ、ちょっとこんなん持ってきたんだけど、ありえないよこんなん。キッチン除菌するやつじゃん、こんなんで。
こんなんで耳消毒すんの。アルコール除菌が大丈夫。もう大丈夫かよ。やんないよりはマシだ。やんないよりはマシ。うん。もう肌汚いがバレる。これ大丈夫かな。はい。こっちそれちょっとこっちからやろう。うわ怖。じゃあ前にね。前にあのやったところがあるから。ここをめがけてバチン。うわちょ怖いな。ちょ目なんかここ老眼鏡ってことじゃないよ。危なもうやだ。うちの母さんなんかもう俺のこのセカンドバージンの心分かってないな。老眼鏡持ってくるってもうちょっと目見えない状況でやろうとしてたんだけど、ありえないよね。こうちょっと消毒しとこう。うわやべ。向き合ってる合ってる向き合ってる合ってる OK。 やばい。行く行く行くとき行ってよ。行くよ。はい。あ、はあ、ああ、血出てない？ない。ああ危ない。そ今度こっちも。ああじわっとくるわ。ああちょっとあでもそんなにうんそんな大丈夫かな。ああちょっとじわっとくるわ。大丈夫？大丈夫？オッケー。うん。あい。おー。成功か。成功か。成功だな。あーでもちょっとじんわりくるね。ちょっとあれだけど。ミスってる。うんミスってない。大丈夫？これは外れてるから。キャッチ？はまってるわけだから。あオッケー。はまったからと外れてるから。あーよかった。見てください。ここに完成しました。あーよかった。これでみんなに勇気を与えられたと思う。今日はそういうしょうもない動画ですみませんが、ほらうわ見て。みんなもやってみてください。バイバイ。